地域の豊かな森林資源を森のエネルギー、森の恵みとして生かしていく森のミックスにより、オール山形で林業の振興を図り、地域の活性化に取り組んでいくことをここに宣言いたします。2013年11月、吉村知事の宣言で山形森のミックスがスタートしました。山形県は県土のおよそ7割が森林です。森林は美しい自然環境の形成、木材の供給や水源としての役割、そして地球温暖化の防止など多面的な機能を持っています。山形森のミックスは地域の豊かな森林資源を森のエネルギー、森の恵みとして循環活用し、雇用創出や地域活性化につなげていくものです。その実現へ向け、2016年には通称山形森のミックス推進条例が制定され、山形県そして35市町村のオール山形で取り組んでいます。森のミックスの核となるのが緑の循環システム。森林資源は適切な時期に伐採し活用するとともに、その跡地に植栽して循環利用することで多面的な機能が維持されます。森のミックスでは森林資源の循環を川上、川中、川下と川の流れに例え、森林の持つ機能を保持しながら私たちの生活に活用することで、持続的に成長していくシステムの構築を目指しています。川上では住宅などに利用するため、木を伐採して丸太に加工します。木材を効率的に安定的に生産していくためには体制作りが必要です。その一つが高性能林業機械の導入です。県では高性能林業機械の購入やレンタル経費に対する支援により導入を促進しています。また森林の管理や伐採の計画を策定するために、ドローンを使った森林調査を行うなど、スマート林業の推進を図っています。森林資源を持続的に利用するためには、木を切った後には植える再造林が必要です。その再造林ではコンテナ苗が使われています。コンテナ苗の一番のメリットは植えやすさ。根が小さくまとまっているため、大きな穴を掘る必要がなく、平らな場所はもちろん斜面でも簡単に植え付けができます。根が大きい普通の苗に比べると作業効率も良く、労働力の削減にもつながっています。こうした取り組みもあって、再造林された面積も年々増加しています。森のミックス宣言がされた2013年に23ヘクタールだった再造林面積は、10年後にはおよそ 6.3 倍の145ヘクタールに増えるなど、成果を上げています。で、森のミックスが始まってから、その森の扉が大きく開いたような気がしてですね、県民とその森が近くなったような気がして、大変嬉しく思っています。森のミックスの一つのそのテーマで、今切ったら植えるというようなことがございまして、以前は非常にその在庫がだんだん安くなると再造林経費が出ないということで、森林所有者がなかなかそれに手をつけられなかったというような状況があったんですけれども、緑環境税とその再造林推進機構というのを立ち上げたんですよ。ほとんど森林所有者の負担がゼロというような世界を作り上げたと。これ非常に大きいんじゃないかと思っています。森林整備というのはやっぱりたゆまぬ森林整備というのが非常に重要なんですね。ずっと継続的にそのやっていくということが非常に重要だというふうに思ってますし、そのきれいになった山を県民の皆様方がご覧になって、ああ山っていうのは手にすればこれだけ良くなるんだというようなことが認識されたというのは非常に大きかったと思っています。
川中では伐採した丸太の加工や加工された製材品の流通を促進する取り組みが行われています。県産木材が安定的に供給されるよう、県では間伐材の搬出や県産製材品の生産促進を図るため、供給体制の強化への取り組みについて支援しています。新庄市にある共和木材新庄工場、間伐などにより生産された丸太を加工し、ジャス規格の高品質な集成材を出荷しています。今まで我々の工場ができる前ですと、主に県外の合板工場に向けた B 材の出荷というところの流れが出来上がってたということで私の方では聞いております。その流れがですね、県内の中で消費できるような流れになってきたというところが、周りの方々からもそういった声を聞いております。この地域で育った木材を利用して世に製品を送り出すということを使命と感じていると、そうなりますと地域での林業の活性化、木材生産の増加というところが我々として求めるところかなというふうに思っています。品質が保証されたジャス製品の出荷量は増加しており、2013年から10年後の2022年には 2.8 倍の8.2 万立方メートルに増加するなど、着実に成果を上げています。川下では県産木材などを利活用する取り組みが行われています。県庁舎のロビーや白鷹町役場の新庁舎など、公共・民間施設の木造化・木質化の推進、県産木材を使った新築の住宅建築の支援などが行われています。他にも幸せウッド運動による幼稚園などへの木製積み木の配布や、木製の食器、日用品の開発支援など、木が身近にある暮らしを目指し、県産木材の裾野を広げるための施策を展開しています。またこれからの林業を担う人材育成にも力を入れています。県立農林大学校に林業経営学科を開設、そして2024年東北農林専門職大学を開学し、理論に裏付けされた実践的な知識を備えた将来の日本の森林業を牽引する経営者を育成します。他にも地域の豊かな森林資源の活用方法を考える全国森のミクスサミットや県民ミーティングを開催し、山形森のミクスの取り組みを全国へ発信しています。高性能林業機械の導入促進などにより、県産木材生産量は平成25年の31万立米から令和4年度は58万立米に大きく増加しました。さらに再造林率や林業労働生産性などが向上し、公共施設や交通拠点の木造化・木質化の取り組みが実施されるなど、山形森のミクスの取り組みの成果が着実に現れています。これまでの取り組みをベースとしながら、県産木材を安定的に供給する新たな仕組み作りや ICT 導入などによる木材生産や森林経営の効率化・高度化の実践、東北農林専門職大学をはじめとする教育機関での専門人材の育成などにより、森林資源のフル活用と地域活性化をより一層推進し、山形森のミクスを加速させていきます。山形森のミクスが目指す姿は3つ。次世代へ継承するにふさわしい森林、町は木にあふれ、山はみんなのテーマパーク、子どもや若者が憧れる魅力的な林業。この目指すべき姿に向けて、オール山形で林業の振興を図り、地域の活性化に取り組んでいきます。